シャドウコリドー、カゲロウっていうゲームがありまして、あ、そうだね、それがちょっとラテン語に変換され、シャドウコリドーっていう今回、あ、これラテン語、そうなんです何それはやば、なんか雰囲気違いますね、なんかちょっと SE、 あ、読みましょうか、あるのはその夕暮れ時、はい、私はある路地の入り口でふと足を止めた。夕立の後の蒸し暑い湿気の中、奥から冷たい風が吹き抜けてくる。ふと幼い頃の夏の日を思い出し、心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私は、寂れた路地へと足を踏み入れたのであった。これ以後、なんかもう敵地出なさそう。あら。おー、懐かしい。あれ、ちょっと待って、やばい。いやいやいや。あの、なんでもかんでも。いや、まあ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 。まあ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 いいでしょう。でもここでももうすでにアイテムとかがあるんだよね。ああ、はいはい。しゃがめるんだよね。しゃがめるんですよ。しゃが、これだ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 。え？これさ、落ちたらまずいやつでしょ。いいの、こんなしょっぱなから邪道ルート行って。確かに。大丈夫っすよ。気をてらいすぎてないか。でもこれ、あ、鈴じゃないこれ。かがんでいる間足音を立てない。ほら。これ絶対アイテムかなんかでしょ。あ、あ、怒られたんだ。怒られたの。あ、雷おじさんがいたの。確かになんか、前と雰囲気ちょっと違いますね。ちょっと違うね、もう序盤から。気合が入ってますよね。うん。あら、もう。もうなんか右手口から。もうムシムシのさざめきがなくなったよ。つやが。すごいつやめき。そう、こういうつやった、つやった。タイル張りだなぁ。あれ、ドラえもんこれ、ね。お互いの声に絶対これビビるやつでしょ、これ。ミニドラが。ミニドラが転がってきましたが。日本と勘違いしてる、これ、チャイナだろ。やめてチャイニーズ通りでしょこれ。ちょっとスラム感出てきたね。こんな天井張りないぜ。スナック黒猫だって。スナックなんだ。無駄になんかツヤあるな、本当に、ね、あ、なんか転がってきた。ベタだな、ここら辺は。ベタだね。え、まっすぐか右か。右なのかな。ちょっとこっちが怪しくほのめいてますよ。でも完全にいざなわれてない、ね、さっきから。あ、なんか血の、この感か。なんかちょっと血のり的な。あ、これか。もう足元すら映ってない。いいね。ん？なんだ。あ、あ、さっきの。うわ、やられたよこれ。これ、あ、こういう時はこうしろって恐らなかった。この猫が横切りそうになった時は周り右じゃないんだけど。探しています。体の調べる。青柳ゆな、16歳。え、16歳の、しかも女の、女子高生か。顔の下半身じゃなくないか、これ。これもゲットできそうだね。出ましたね。うわ、爆竹あったな。だいぶ長持ちするね。だいぶ長持ちするね。鍵？まだパチパチいってる。なんかそこら辺のドア開かないの？ここら辺は多分オブジェクトだね、ただの。お、あ、そこは開くね。あれ？これはまずいね。これはまずい。いや、おそらくまだあのルート的にちょ開拓できて、これ南京錠だよな。積んだのでは。鳥、あ、鳥がいる、鳥がいる、鳥がいる。ああ、掴んでる、掴んでる。爆竹だ。これで。それはおかしくないか。あ、ぶん、おーおーおー、はい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 。ゲット。じゃあ鍵セットして。じゃあ鍵セットして、はい、解除した。オッケー。あー、パッといいね。やっぱやりやすい。うん、直感的ですね。あ、ここら辺とか開けて、あ、いいよ、いい感じだよ、これ。そうだね。ほら、さっきのインウスとした空気が。途切れた。なんか、なにあれは。なに、そこのやつ。なんだろう、猫は。
はいはい。あ、来た。か、あれ、飼い、あ、しか、いけな、あ、いけた。飼い猫なんだ、あれ。すず、やばい。ああ、来たわ。うん、あそこ、もう鍵がかかって多分いけなかったところなんだろうね。うん。ということは、もうこっから、もう、読みの道ですよ。うわー、来た。もう、後ろ振り返ってはいけません。これ。これ、あれでしょ、後ろの道なくなるやつでしょ。そうそうそう。なんて書いてます、これ。昼、昼なんです。南原さんのトンネルということか。いいね。なんちゃん。なんちゃんの。で、ちょっとね、バイオハザード的に、そうなんです。もう、ま、はい、マジ暗いんで。ヒルナンデス、トンネルが。で、後ろを振り返りたいときはこうです。ほら。あー、なるほど。すぐ、パッとね。成長しましたね。そうです。覚醒できないんで、自分が。フレームレートの、暗ない?あ、そうだ。これつけてないから。そう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 。あ、で、やっと、前作の、まあ、ね、ね、プロトタイプの方に繋がっていく。そう、入り口に。これもう振り返ったら何もないんだよね、多分。まだ、まだ。まだか。いや、振り返ってはいけないと言ったそばから。あっ、あっ、でもほら、もう、深淵に包まれました。やば。で、壁だと思うでしょ?壁だと思うじゃん?と思うじゃん?あれ?あれ?え?あー、で、戻るんだ。あ、でもこれ何もないじゃん、打ち付けた扉じゃん、もうダメじゃんってことで戻ろうとする。そうだ、そういう入りだった。走らないで、走らないで。怖い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 。もう見えないから、もうこれもう後ろか前かってもうちゃんとね把握してくださいよ。分かりづらくなっておりますので。なんか頑張りゲージというか、このゲージのスタミナの回復が気持ち遅かった。前も あったか、そのゲージは。うん、なんか、あ、うわー、ああ、変わったよ、これ。出た。そうだ、こんな鳥居があったもんね。ああ、そうだね。はいはいはい。で、この湿地帯の、あれ、はいはい、でもなんか違う。いい感じのなんか。広くなったね。あ、開けたね。なんか、猫?猫が、じゃれてる。じゃれてる、あれ。ほら。やだな、なんか。うわ。マグロ見て、うわ、これ見て。はい。ああ、え、おいおい、何してる。わあ、最悪じゃん。最悪だわ。これ流せねえよ、これ収益化できねえよ。ダメだって。うわ、これ多分村八部的な。そうだね、ああいうなんだろう。うわわわ、え、ああ、何これ。何ですかね、これ。知らない、核実験か。あら、やべ。じゃあ、あれ幻影だったの、あの猫は。猫はもうただただいざなう、もう黄泉の、よみがえりの猫だったということですよ。なるほどね。はい、もうね、遊び感覚、向こうはもはや動物ですから。我々がここで迷い込んでどうなろうと知ったことではない。自分が楽しければいいという猫の本能に基づいた行動ですよ。で、多分あの、この村は多分雛沢的なことになってる。ああ、なるほど。沈みかけてるんだね。そう、沈みかけてる。これ水ですね、これも。それが暗湯されてます。いや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 、そんな暗湯ではないでしょ。もう足ピタになってきてる。カサカサ言ってんな。カサカサ言ってますが、だいぶカサカサ言いますが。うわ、お、これ来たよ。気にしました？赤い、なんでしたっけ、スイートピーじゃなくて、これスイートピーじゃない、なんでしたっけ、これなんでしたっけ、サザンカ違う、サザンカじゃない、レンゲ鏡じゃなくて、なんだっけ、レンゲ鏡ではない、なんだっけ、ヒガンバナ、ヒガンバナ、あ、そう、ヒガンバナ、このヒガンバナが結構ちらほらと、全然違うじゃん、これ。あら、趣ある屋敷に。お彼岸だな。ね。わ、こういうとこね、正直これ、こんなに彼岸花がだったりとかありませんが、正直ちょっとノスタルジックな気も。はい、あ、行った。一人でに飽きましたよ。案外ね、俺はね、その横道行きたくなるんだよ。わかる。あるんだよ。わかる。あら、あらら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 。行けないんだな、これ。で、そこも打ち付けられておりますから。なるほど。言えないと。この家紋は一体。
これ入った瞬間にドアが閉じてしまうのでは。食い気味に。いらっしゃいませと。おお、あれ？なんかそんな深淵に包まれてるというわけではなかった。ここからだよ。出た。ようやくってことよ。じゃあここがこの鏡を。この鏡なんだっけ？チェックポイント。チェックポイント。書いてますね。そんなのあったっけ？あら前。あれ？セーブできる？もしかして。もう、触れない。じゃあ多分、ここから毎回スタートになるんだ。はい。これから。で。あ、なるほど。始まりましたね。始まりましたね。道変わりましたね、だいぶ。で、もう前回と、もうヌルヌルですね。なんだったら俺もう。いやでもさ、でもここら辺はなんか、はいはい。ろうそくついてますよね。あ、確かに。思えば。前自分でつけてたっけ？そう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 。で、行ったところはあの青い石かなんかで、目印にして、ってことだったんですが。あ、でも、あ、こことか。つけるアクションもある。あんまむやみにつけるのは、俺は、ちょっと感心しませんね。それはね、僕もよしとせえへんよ。これ3枚あるっていうのは何かこの最低でもというこの何かそういったものなのか。あ、鈴もありますが触ることはできじと開けましたね。で、あそこを南京錠が多分かかってるんですよ。ほら、あ、そうだね、鍵、うん、あー、なるほど。じゃあ一回戻らないといけないね。あー、アイテムとかない。ここら辺はまだちょっとあれだね。じゃあまずは、あら、よく下がこれなんか、うぐいす床みたいな感じ、もう。うんうんうん。何もしなくてもキシキシ言うよ。あれ？え、どっち取る？真ん中はちょっと正直ブラフと示したい。これ1個しか取れないでしょ、絶対。じゃあ真ん中取れる？あ、真ん中取れた。なるほどね。じゃあ下に落ちたから、覚えとかないとね。そうだね。え？地下、うわ。あ、だからあれなんじゃない？いやでも、そういうエフェクトなんでしょうね、きっと。どっちにしても。とんでもない世界観だよ、もう。鍵がかかってるから、はい、これで解除しました。おー。うわー。来たね。なんか怪しい、もうすでに。うわー！あ、猫だ。猫か。猫の影か。まだチラチラ出るな。もう、かの猫は死んでるんですよ。思うにね。そうだね。遊びたい。遊びたいんだ。多分死んだことに気づいてない。猫は。あ、猫は、あれ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 来るよ。これ来るよ。この音はやばい。この音はダメだよ。これ、ま、やめようね。いいですよね。やばい、もうやめて、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 やめて。え？やめて。そっち？うわぁ！やばぁ！なんで向かって行ってんの？やば。違う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 笑うな。舐められてるな。あれ？え？鍵取ってない。鍵は、なるほど。もうそっちから来るから、いや、待てよ。じゃあ、そっちから来るってなるんだったら、はい。てか、まず表現が抑えられてた。まず神の見つかいみたいなやつが来てたもん、さっきは。よく見てたけど。あー、なるほど。で、多分右からやってくるから。いや、おかしいでしょ。絶対行き止まりじゃん。じゃあ、戻れってことがもう。そうだね。うん、もうこっち行こうとしたら、もう来るから、いや、行き止まりな作りはせんから、普通。あー、なるほど。うん。一回戻れってことな。でもまあ、あれぐらいだったらね。まだまだよ。そう、正直でもさ、あれじゃない？
ロッカーとか見当たらなくない？ないね、今んとこ。大丈夫かしら、大丈夫かしら、これ。大丈夫かしら。あ、とりあえず、まだ目視されてないから追いかけてこないんだ。そうだね。あ、やばい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 。消えた消えた。来たね。やばいやばいやばい。どこまで戻ったらいいんかな、これ。この黄色に差し掛かるともう走れなくなっちゃいます。はいはい。やばい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 。来た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 。赤赤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 これとりあえず一回さ、一回落ち着こう。音立てない。うん、音は遠ざかっていった。うんうん、よし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 。あ、てかさ、左に心拍数とか出るようになってんだ。ああ、そうだね。いや、これおかしいからこれ。もうあれ、行き止まり。どういう空間なの？あ、嘘。ん？嘘、やばい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 。左から来てた。左から来てた。多分そこにいる、そこにいる。やばいやばい。あ、マジで？シャンシャンって言ってる。シャンシャンって言ってる。これ走ったらバレるんだっけ？明かりでバレるんだっけ？明かりか、明かりで気づくタイプのやつか。あ、最初のとこかな？違うかな？ちょっと違う。お、鍵はまずいんじゃないか？あれ？おお。あれ？優しい。助けてくれた。助けてくれた。これ来てるね。オッケー、開いた。あ、チェックポイント。これで一回セーブしたらいいんじゃない？そうですね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、オッケー、オッケー。あ、クリア。次のステージ。ああ、なんか徐々にって感じなのかな。何さっきのコミカルな SE。ちょっとお茶目なとこ見せられたんだけど。え？日暮らしの回廊。日暮らしか。鏡に触れた瞬間、あたりが暗闇に包まれた。気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、どこまでも暗闇が支配する複雑に入り組んだ回廊だった。ここから出なければ無邪気な冒険心は吹き飛び、不安と焦燥感が胸を締め付けた。うんうん。マガタマ出た。うわー、来た。いよいよ本番って、あら、見覚えがありますね。あー、ここはある。あ、じゃあ本当に本編だ。ここから本編が始まったってことか。何この FPS TPS で鍛えた、やばい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 、察知能力の感じ。わかんないわかんない。あ、どこどこどこ。終わった。